山頂駅へと登ってまいります。山頂までの所要時間は約7分。皆様お持ちの乗車券、お帰りの際にもう一度確認いたしますので、最後までなくされないよう大切にお持ちください。通常ですと毎時10分、30分、50分の20分間隔で運転を行っておりますが、ただいまより臨時に発車を行います。周回駅へと登ってまいります。皆様、ようこそお越しくださいました。本日は城崎温泉ロープウェイをご利用くださいまして誠にありがとうございます。それではただいまから山上までご案内申し上げます。一夜飲み寝て城崎の香りにも清くほのかにその心から古い歴史と伝説の地、山陰屈指の出湯城崎温泉は、日本的な独特な情緒を持った美しい温泉観光地でございます。湯煙立つ出湯に浸りながら心ゆくまで旅の疲れを癒されまして、思い出を追い楽しい旅を味わってお帰りいただきたいと思います。1938年5月に竣工いたしました。中間に駅のある全国でも珍しい構造を持った城崎温泉ロープウェイでございます。中間駅には温泉寺がございますが、今を去る1204年の昔、同治上人により創建されたという信号集の別格本山でございます。到着いたします。こちら中間駅には重要文化財があります。温泉寺というお寺と、また温泉寺宝物館等がございます。それでは中間駅、上りでも下りでも乗るより自由となっております。こちらの上りの便で途中下車されますお客様、いらっしゃいますでしょうか。皆様よろしかったでしょうか。それでは中間駅、一旦停車のみ行います。車両から停車の際、少し揺れますので、足元十分お気をつけください。を示した優れた建築遺構として、重要文化財に指定されています。まもなく温泉寺でございます。お降りの方は、お足元に十分気をつけてお降りくださいませ。今から止まるの？下り5名様、発車どうぞ。了解。ではお待たせいたしました。降りる段階と登ってまいります。温泉寺を後にいたしまして、大師山上へと登ってまいります。この城崎温泉は、今から遠く1400年の昔、除名天皇の629年に始まると言われております。温泉発見の伝説、あるいは古今和歌集に田島の湯として親しまれ、徳川時代に出された温泉番付には西の大関の地位を不動のものとして保っていることが記されております。城崎温泉は明治時代に時は移れど、依然として徳川時代の伝統を受け継いで繁栄しており、昔
として有名であったことが伺われます。今回のゴンドラ後方に見えておりますのが、こちら城崎の町並みと奥が丸山川という川でございます。またこちらの景色、山頂の展望台でもご覧いただけますので、来ていただけないお客様、山頂の方でごゆっくりご覧ください。川は丸山川で、その源は中国山脈の陸の銀山に端を発し、延縁60キロ、帯のように日本海に注ぐところでございます。この地、この城崎温泉を含めて、田島海岸から鳥取砂丘に至る豪壮な大景観として知られております海岸が、国立公園に指定され、この山上裏側の山岳地帯が北庭公園に指定されております。まもなく大師山上でございます。山頂には展望台、本郷大師をお祀りしてある大師堂、軽食堂などがございます。展望台からの城崎温泉街、山陰海岸国立公園の景観はまさに絶景と申せましょう。ではお疲れ様でございました。まもなく山頂へ到着いたします。それでこの後の発車時刻ですが、この後予定ですとこちらの便、すぐ下り便として発車を行います。この後停止になりますと2時50分、3時10分、3時30分の予定となります。本日多くの便で発車を行うとおり、5時半か前後する場合がございます。またその後出発の3分前には山頂から放送いたしますので、よくお聞きください。着きましたホームでは折り返し運転させていただきます。皆様ホームでは立ち止まらずに続いてお進みください。お写真とはホームではなく山頂の展望台、公園、カフェ等でお願いいたします。また山頂のカフェは注文の有無にかかわらず休憩スペースとしても使っていただきます。どうぞ気軽にご利用ください。ではまもなくゴンドラ停車の際少し入れます。もっと上手投げとか、ここやったっけ。もっと行きたかった。